いつも動画をご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日は材料はあり合わせのもの、フライパン一つでできる簡単カレーを作ってみましたので、どうぞ最後までご覧くださいませ。なお材料作り方などは自己流、見よう見まねです。材料などは冷蔵庫にあり合わせのものを気にしないでみんな入れてみました。よろしくお願いします。なお作りましたカレーは1回には食べきれないので、タッパへ入れて冷凍しておきますと2、3回レンチンするだけで食べられます。